困ることでもあるんですか？です。見てください。ほら、ここ。宇佐美さんが困ってても助けてあげませんからね。部活は何かやってるんだったな。まで泣くんですか？だって別にこういうのもらったの初めてだし。あっそう、あっないかな。身の程を知れ三次元が。それ却下だよ。はうなずけ。趣旨変わってる。だですね、あのストラップやっぱりそっちか。それってどんな髪型ですか？ショートボブです。え、スバルお兄ちゃん、私のハートもらってください。ねえ、みんな言うな。え、そうだ、できるか。気にしないで。え、今から？これは別によく見られようとかじゃなくて。人工呼吸したの？だ内巻の番号。そんなことしたら部長の存在も消します。区別ってこと？揚げ足取らないでよ。関節でしょ。いや、なんでもないです。僕がです。さんですよね。私が内巻くんだ。あれ、なんかさらに熱くなってきてません？わかりましたから。他人の評価なんて気にしませんから。ミラクル。思い出したらまた行かない。ハトさんやられ放題だな。ここなんですか？なんで私来てますけど。どういう意味よ。宇佐美さん。はい。そうだね。って何やってるのよ。え、
顔何かついてます？え、雪が顔に。え、お化けだったりして。ちょっとやめてよ。ザマス。ザマスって。最低。キャリン。応援してるぞ。いやいや、そっくりに描きましたよ。どこがよ。ほら、今日はこれじゃないです。何の話ですか？何でもない。いや、褒められてないですよ。いいな、それいいな。まあ確かに胸は少しきついよね、これ。あれ、私普通だけど。あれ、ついついね。変なところで乗らないでくださいよ。はい。ウサギの髪飾りも可愛いし、怒るとちょっぴり暴力キャラなところも、時々パンツ見せちゃうところも。はあ、ありがとう。どうぞ。何ニヤニヤしてるの？可愛いもんね。何それ、何それ。とにかく頑張って、うちの君。いいじゃん。はい、今次元を超えると思っています。言ってることはかっこいいのに。ん、なんだそれ、かわいい。水木さん。え、そうですよね、やっぱり嫁は自分で書かなくちゃですよね。違う。Hey!